勝てば天国、負ければ地獄。ギャンブルの結果で全てが決まる学園バトルロイヤル駆け狂い。そのテレビアニメ第2章が1月より放送となります。こんばんは。アニメ駆け狂いで桃場にキラリを演じています沢城みゆきです。この動画ではアニメ第2章の放送開始を記念して、本作のキャラクターを演じる引きが強い豪華声優たちが集結、熱いバトルを繰り広げます。果たして真の駆け狂いは誰なのでしょう。アニメ駆け狂い第2章放送開始記念企画、キャストバトルロイヤル。今回の挑戦者はこのメンバー。まずは予選としてスマートフォンアプリ駆け狂いチーティングアロードの投票じゃんけんでスタッフと対決。コインの合計枚数が多かった上位4名が準決勝へと導かれます。さあ、準決勝に進むのは誰なのか。はい、夢見て夢見役の芹澤優です。よろしくお願いします。私の演じた夢見ちゃんはですね、まあアイドルでありながら、そのまあ生徒会の役員でもあるんですけれども、まあやっぱりアイドルとしてね、ライブとかやる時のキラッキラの部分と、まあね、駆け狂いらしい狂ってる部分がある女の子なんですけれども、結構ね、その裏の部分でこうファンのね方をね、こう豚どもみたいに言うシーンがあったりして、私も一応声優やりながらアイドルをやってる身としてね、すごい演じてて、ファンに対してこういう言葉をね言いまくるっていうのはすごくこう楽しいというか、楽しいって言ったら変なんですけど、新鮮だなみたいな。夢見ちゃん本編ではあの戦いで負けちゃうんですよ。なんであの夢見ちゃんのね、声優としてもちょっと勝ってるところを皆さんに見せたいなと思いますし、私芹澤も無類の負けず嫌いですので、なんかこれ結構勝ったらさらに上の戦いがあるっていう話を聞いたので、ちょっとさ最後勝ち残ってちょっとナンバーワンを目指したいなと思いますね。でもともと掛け事とかはあんまり全然経験もないので、ちょっとできるかなとは思うんですけど、やっぱ神に愛されてるので、やっぱちょっと運が味方してくれるんじゃないかなと思います。はい、じゃあね、早速やっていきたいと思います。頑張ります。いってーん、決まった。ゆめみちゃんかわいい。うち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 、絶対にやっつける。いやね、神に愛されしたから、私これね、桁がいつもすごいんだよな。よし、いい感じですよ。あ、しかも私が先、ガンガンに行きます。どうかな、これね、相手がね、どう来るかですね。あ、これはね、でも、あ、これでいい、あ、これでいこう。はい、おつけ、じゃんけんぽい。来ましたね、これね、楽しくなってきましたよ。いや本当にね、心理戦ですからね。何の心理じゃって感じ。あー、どうしようかな。あ、相手が先行だ。でもね、大胆に行きたいよね。やっぱ大胆に行きたいよね。お、じゃあスキル使いたいけど、クライミングでも最後に取っときたいから、ちょっとでもそうね、でもそっか、えいっ、こっちにしよう、これから、えいっ、じゃんけんぽん。でもまあ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 、こんなん大した痛手じゃないですよ。もう最後の戦いに全てをかけますからね、全て、己の全てをかけてるんですからね。これ一世一代の王者。どうしようかな、どうしようかな、どこかな。その前にじゃあまずここでね、スキル発動したいと思います。はい、お、めっちゃやばいじゃん、絶対成功するやん。あ、かわいいよ、頑張るね。はい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 。何それ、わけわかんない、わけわかんないけどめっちゃかけよう。あ、ホールしちゃった。よし、じゃあ行きます。もうこれしかない。もうどうしよう。じゃんけんぽん。
だよね、いやだよね、だよね、だと思ったんだよね。この場合はどうしたらいいの？待って、そうだよ、でもそうだよね、そうだ、そうするしかない、もう絶対そうするしかない。そうだよね、いやそうだよね、いやそうなるよね、そうなると思うんだよ。そしたらもうそうなるんだよね、そうなったらそうなって、こうなって、あいこで、まあいこなんだよね、知ってる知ってる知ってる、だと思ったもんね。うん、っていう場合どうしたらいいんですか？え、ってかなかったことになっちゃうの？というわけで負けてしまいました。はい、というわけで私の合計枚数は18枚でした。だったかな。まあでも勝負には負けちゃったんですけど、あの全体での枚数の勝負らしいので、いやもっとねしょぼい枚数の人いるんじゃないですか、わかんないですけど。なのでどうにかねちょっとまた上位何名かに入れるように、願っていたいと思います。またね。よもつきるな役の宇野のまゆです。ギャンブルしている時、みんな本当に一人一人が真剣で、もう毛穴という毛穴をボワッて開きながら、勝ちたい、こうやりたいっていう強い思いが顔芸として現れてて、もうそれが本当に見ていてスカッとして最高に面白いです。ゲームは弱いです、でも頑張ります。あーかわいい。わーわー、お願いします。ラウンド1、19枚、相手が先手だった。わあ、先手か、来い。で、いきなりレイズ、え、そうそう、じゃあ、これが多いから、さっきこれを出すって言ったから、よし、オッケー、じゃんけん。嘘、嘘やん。よし、次は勝つぞ。相手のカードをすべて確認できるスキル発動。99%。はいはいはい、ご注目。かわいい。嘘。でも、1枚レイズ。よし、これでいく。えい、どうだ。じゃんけん、よし、えい、オッケー、あいこで、じゃん、やったえ、これ嬉しい、イエーイ。やったやった、ランドさん、よし、勝つぞ。ふふふ、お、レイズしてきた。1枚レイズ、よし、オッケー、じゃんけん、わっ、あいこだろうなと思ったよ、あいこで、え、嘘でしょ。あーあーわー、敗北。私の合計枚数は14でした。どうかな、勝ってますように。はい、五十嵐さやか役、福原彩香です。こうゲームマスター的な立場であったり、解説役であったりとか、まあこう端でね、会長のことを思ってギリギリってしてる瞬間が多かったりとか、なかなかね、さやかちゃん自身が駆け狂う瞬間はなかったのでですね、ちょっと今回はゲームで駆け狂うことが私もできるのか、すごく楽しみです。このゲームはこの運もありますし、相手のね手札を読みつつ、いくらかけたかでどれぐらい自信があるのか読むっていう心理戦もあると思いますので、ちょっとねそこを読み切れるかが肝だと思いますので、そこは頑張れたらいいなと思います。おー、これはカードごとにこんな綺麗な半径がつくのかな。参加費を払いまして、投票がされまして、私の手札はこれです。はい、では私はこれで、私ベットしてくる。さあ、ギャンブル王者さんがいくらベットするのか、結構考えてますね。コールしましたよ。あ、同じだけ。どうかな。
相手もじゃあ同じぐらいのその自信度ってこと？じゃあ私はこれを出します。じゃんけんポン。負けた。そこか。いや初手でこれはちょっと辛いですね。ここで私スキルを発動してもよろしいですか？いきますよ。発動。100。びっくりして、私降りさせていただきます。それも戦略かと思いまして。さあ次ですよ。もう私これ結構強気にいかないと巻き返せないじゃないですか。私はこれでいきます。負けた。派手に負けました。私の合計枚数は0枚です。見てますか会長。せめて誓ってください。この哀れな女を誓ってください。ダメよ、それはあなたにとってのご褒美だから。ということで今回の結果はこちら。あらあら皆さん、もうちょっと頑張らないと厳しいですよ。次回は B ブロック、挑戦者は誰なのでしょう。この動画を見ている皆さんもまたぜひお付き合いくださいね。